皆さんこんにちは。九州北部地方も5月15日に梅雨入りしてしまいました。まあ恵みの雨は大切なんですけれども、野球人にとってはちょっと寂しい日々が続くといいますか。まあそれに、私の監督を務めている草野球チーム福岡ハードバンクポークスも、緊急事態宣言中は活動しておりませんので、本当に、まあ、力をつけるにはこの期間になんとか己の力でパワーアップをしておきたいなというところで、私は人のいない公園で壁打ちをしたり、旦那さんに付き合ってもらってキャッチボール、ピッチングをしたりという日々を過ごしています。みそじ手前にして本格的に野球に取り組み始めて、これからだというところなので、ずっと子供の頃からやってきた男の子たちに負けないように、こういった時間を無駄にしないように自主練頑張っていきたいと思います。今日はちょっと個人的に練習していた時の動画を一緒に見て、ダメ出しやお褒めの言葉をいただいたりしたいなと思いますので、よろしくお願いします。熱闘草野球。さあ壁当て動画です。ウィズ旦那さんに解説をお願いします。ちゃちゃ入れてやる。ちゃちゃ入れて。さあこの前平日の夕方一人で壁と対峙した時の様子なんですけど、どうですか。あと3球ぐらい欲しい。でも私的には、まあ、力ちょっとずつついてきたかなというか、球が強くなったかなっていう気持ちは少しある。いや3年前に比べたら、うん、だいぶ力強いし球も速くなってほしい、うん、ピッチャーらしい球質になったと思いますよ。出会った頃が小学校1年生としたら今何年生ぐらい。小4ぐらい。厳しい。小4の味噌汁です。あ、今のいい。本当。私的に大事にしてるのはその呼吸。一つはこう左足を上げてフッと上げた時に腹筋に力を入れて息をフッって吸って、リリースの時にハッってするように。そう、ふ、はの呼吸を意識して、それができるようになった時になんかコントロールに苦しまんくなったんや。うん、やけどなんかそれは、ま、ルーティンじゃないけど大事にしてる。うん、あとはね、なんか手首が寝とるって言われるって、うん、その手首が寝るとか立つとかよくわからんかったけど、ちょうどこの日通りすがりのプロ野球 OB の方に言われて。通りすがりのプロ野球 OB ってどんな状況。まあね、近くに住んでる人がいるのよ。へー。って教えてもらって、ちょっと意識して、まあ、手首を立てるような意識、あとリリースが弱いから、ほんと指先に豆ができるように叩きつけるぐらいの意識で、ちょっと大げさにそんぐらい意識せんと治らんかなと思って、まあ、ワンバンになってもいいけん、低めにというか叩きつけるぐらいの感じで投げるように今しよう。なるほど。あ、今みたいね。そう、今叩きついたね。そう、叩きついてしまったね。うん、いいんじゃない。おお、やった、褒められた。まあ、あとね、抜けることが多いから、とにかく前でリリースして、体のなんか左側に体重乗せようかなみたいな。右から左へ。お、これスロー。左へ。うい、ちょっとうっと最後の一押しってやつをね、大事にしようかなと思ってやってるところです。うんうん、続いて変化球です。顔。人にお見せするほどのレベルじゃないんですけどね。あ、カーブ。カーブっぽい。うーん、うん、カーブっぽい。カーブ難しいよね。こう描くようにね。なるほど。そして2球だけ ?3 球?2 球しか直してない。だって成功したのがほぼなかったもん。もっと投げようよ。これチェンジアップどうですか。今カーブ、
カーブ、スライダー、なんか左に曲がってったように見えたけど、チェンジアップとだと思う。なんかね、決して今日の変化球良かったっていうのを集めたわけではないよ。なるほど。ただあ、今のはぽい、うん、ぽい、ちょっと近づいた。本当？あ、今度スライダーに戻ります。また景色変わったスライダーもね、割と一番 あの決め球なつもりだったんやけど、うん、決め球のつもりってあの最近迷子、スライダー迷子、あんま曲がって今のは、うん、ないよね。いや、曲がったよ。本当？うん、携帯鳴ったそう、これあのこの握りはあの三菱重工の伊藤大和君に習った握りなんやけど、今度はちょっと横スラっぽいやつを、横スラっぽいやつ、元ホークスの児玉君に習って、それを今練習してて、なんか日によってね、いい時と悪い時が縦と横であって、使える方を使ってるから両方使えるようになったら強くない？今の高いけどちょっと横スラっぽかったか。本当？もう軌道が見やすかったんかな。すべてぽいやけんね、そのレベルで乗せちゃうっていうね。今のはカーブっぽかった、ちょっと。よくカーブって言われる、遅いけん、スライダー遅いけん。そして今度はツーシームらしい。お、ツーシーム。まっすぐやん。本当だ。バリバリまっすぐやん。なんかツーシームってさ、曲がれってやらんと曲がらんのよね。曲げる。なんかちょっとだけ手首をヒヤって外に返してる。それダメ？俺ツーシーム投げきらんけど、感覚としてはなんか曲げるっていうよりもかける。そうな。かけて右側に抜くみたいな。ああ。ちなみに抜かんけどね。抜かんと。今ツーシームって現れたんやけど、まっすぐやね。よくツーシーム名乗れたなこいつって感じ今のもツーシーム、多分公園何球かツーシーム投げとうと思う。あ、気持ちツーシームかなぐらいもしかしたらほらキャッチャー目線で見たらってちょっとだけ曲がっとくかもしれん。そうね、そう信じてる、壁だしということでこの顔が腹立つわもう全然ダメやったけどまあ一人でこの自粛期間も壁と向き合って頑張ろうかなっていう初心表明、初心表明的な動画でした。お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの編集をしている間に私もちょっと次の課題というかあの目標が見つかったので、その今トライしていることを次の動画でお伝えしたいなと思いますので、そちらの方もぜひチェックしてください。ありがとうございました。